おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、本日はむちゃくちゃいい知らせです。どんな知らせかと言いますと、コンサートを行います。3箇所で今回行う箇所説明します。10月2日愛媛、10月24大阪、11月7岡山。なんと今回の公演は、前回東京、名古屋、オンラインでやったラフマニノフを2台ピアノで弾く公演をさせていただきます。一部では僕がソロを弾きます。超名曲を弾いて、まあマッチョにパンプアップした後、2部ではラフマニノフピアノ協奏曲第2番をめちゃくちゃかっこよく小針くんと弾かせていただきます。この公演何がすごいのかというと、小針くんって予定があったこと、しかも土日、これ結構奇跡なんですよね。もっといろんな箇所でやろうと思ったんですけども、やっぱ2人の予定とホールの予定とを考えた時に、まあこの3箇所となりました。なんで愛媛を選んだのかというと、僕が大学4年間愛媛に住んでたからです。4年間も住んでました。そして大学の卒業演奏会で弾いたあの動画、こちらの動画と同じホールで演奏します。楽しみですね。一部ではあの大学の頃を思いながら名曲を僕がソロで弾いて、二部ではラフマニノフピアノ協奏曲を小針くんとね、もう爆発させると。愛媛の方々よろしくお願いします。そして10月24日は大阪公演です。まあこちらもね、初めて行く場所なんですけどもね、スバルホールという素敵な場所でやらせていただくことが決定しました。こちらはね、まあ僕結局大阪なかなかできなかったんですけども、今回こそは10月24日、やることを目標に進んでいっております。2台ピアノラフマニノフ、大阪の方々楽しみにしておいてください。そして最後に11月7日やらせていただく岡山公演の場所はこちら、プルドン岡山シンフォニーホール、2000席だけど、今回は2000席ってね、ちょっと巨大すぎるので、まあかなり席数を絞らせてもらって、ちょっとプレミアな環境で演奏したいなと思ってます。もう全然ね、あの2000席バーンで売るわけではなく、本当にね、一部の席を販売させていただこうと思っております。というわけでね、めちゃくちゃ豪華な2台ピアノ、そして一部は僕のソロを弾く名曲を、もうね絶対に楽しめるコンサートとなっておりますので、まだチケット販売はしてないんですけど、まずは日程の確保を皆さんよろしくお願いします。というわけで皆様、僕と小針くんが予定があったことが奇跡、そしてホールが土日取れたことが奇跡、そしてさらに、なんだろう、そしてさらに、なんか思い出せ、思いつけ思いつけ、そしてさらに、このような活動を YouTube からできてで、そして皆様のもとに会いに行けて生音を届けれるというこの奇跡、そちらを願って、コンサート楽しみにしてもらえたらなと思います。というわけで皆さん、10月2日愛媛、10月24日大阪、11月7岡山、ぜひとも、近辺の方はチェックしてお越しいただけたらなと思います。チケット販売についてはね、サイトと SNS と、あとまた動画でもしかしたら出すかもしれないんですけども、各自情報を楽しみにしておいてください。というわけで皆さんも会場で会いましょう。グッバイ。